ようございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。久しぶりですね、まめくん。私ともだいぶ日にちが空いてしまいましたはい、サボってました。2ヶ月ぶりぐらいですか。はい、3ヶ月ぶりぐらいの。3ヶ月ぶりぐらいですね。久しぶりの、はい、引退してましたね。まあ、そんな、まあ、まめくんに、まあ、今日は、はい、あれをです。キックスピンフリップですね。はい、はい、お願いしたいなと、はい、思いますんで、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、スタンス、ビッグスピンフリップのスタンス、はい、お願いします。はい、スタンスですね。まず私スタンスはもうほぼほぼバリアルフリップと一緒です。はい、バリアルと一緒、まあ、トレフリップだったり、まあ、それに近い感じですね。はい、でつま先は前足側ですね。これは結構浅めに置いて、はい、で後ろ足は、まあ、しゃくりやすいように、はい、まあ、こうトレと一緒です。もうこういう風にちょっとこう掴む、掴みで掴むような感じだ。はい、はい、そんな感じですね。スタンスはね、そうですね。はい、重心どの辺に置いてますか。重心も真ん中ですか。そうですね、真ん中で、はい、前回のビッグスピンを参照していただければと思います。はい、あ、ビッグスピンと大体同じ、同じです、うん、重心の位置で、はい、ちょっとここにリンクを、わかりました、貼っておきますので、はい、お願いします。わ、はい、かりました。はい、結構しゃくり気味で回す。しゃくり4割、叩き6割ぐらいです。あ、しゃくり4割、叩き4割。前足は？前足は、フリップの意識って。こういうふうに追いかけるように。うん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 、板がこっち側に、レギュラーの場合だと、右側にこう動くんで、はい、うん、はい、それを追いかけるように横側に抜きます。はい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 。で、まあ、ビッグスピンフリップやる前にバリアルフリップと、あと、まあ、バックサイド180、はい、あとはバックサイドフリップなんかも覚えてもらうと入りやすいと思いますね。なるほど、はい、あ、まあ、抜きはじゃあそのバリアルだったり、はい、バックサイドフリップと同じような感じ で、 そうです。テールの叩きが、まあ、今の2点とはちょっと違 う、 っていう。そうですね、ちょっとこうしゃくり気味の横回転多めに入れるような感じですね。そんな感じです。なるほど、わかりました。はい、これ結構自分なんか前やってて、着地で思いっきりまくられて、まあ、頑着したっていう苦い経験があるんだけど、はい、そこから練習するのが怖いっていうね、はいはい、そういう人いっぱいいると思うんだけど、なんか練習方法ってなんかあります？練習方法はですね、ビッグスピン確実に、ビッグスピンとあとバリアルフリップ、この2つ確実にできるようになれば動き全く一緒なんですよ、自分の中では。あ、そうなんだ。はい、でそこを、はい、その体の動かし方だったりとかも本当一緒なんで、はい、そこをしっかりマスターしてからやってもらうと、はい、多分いい、まくられたりはしないかなと思います。なるほど。あとはやっぱ重心ですね。後ろに行きすぎるとやっぱそのままこういう風にスポーンってなるんで、はい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 、グッと前足で潰すようなイメージでやってもらうと、はい、であと肩もがっつり入れる感じですね。肩もがっつり入れる、はい、体を先に回しちゃって、で後から板がついてくるイメージ、はい、先行動作ですね。そうですね、先行動作で肩をしっかり入れると。はい、これです、はい、ショルダーです。頭は倒しすぎないと。倒しすぎません。わかりました。はい、はい、じゃあまずはやっぱビッグスピンだ。ビッグスピンとバリアルをもうひたすらやって、はい、メイク率を上げてからトライした方がビッグスピンフリップはメイクしやすいと。はい、わかりました。バリアルフリップ足すバックサイド180のイメージで、わかりました。いただくといいと思います。はい、はい、ちょっとやってもらってもいいですか。はい、じゃあ、はい、行かせていただきます。はい、気持ちいいっすね。気持ちいいっすね。気持ちいいです。もうほぼほぼやっぱ回しきってるもんね。そうですね、まあでもイメージ多分ここでキャッチする感じです。あ、90度、残り90度ぐらいのところで、まあ、キャッチ270度ぐらいで、そうっすね、キャッチするイメージで、ね、板の動きの方が早いんで、あとはまあここまで回っちゃえば、あとはもう勢いでバチンとやってもらえると思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まめくんでした。はい、はい、スケートマフィアのデッキも迷彩もありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。
。